その道口に右のサイドに出る、1回止める、中3枚、相手のディフェンダーに当たってディフレクション、こぼれてシュートは先制ゴール、仙台関口、足元に来たボール、落ち着いてゴールに決めました。いましたね、まさにこれ狙い通りだと思うんですけども、奪って早くですよね、はい、カウンター仕掛けてサイドに振って、いやちょっと不運でしたね岩田も、はい、ここで足元に行きます、はい、いや関口落ち着いてますよね、はい、もう上杉の動きがしっかり見えてますよね、はい、脇の下をしっかり抜いていきましたね。前半早々に先制ゴールを決めました仙台、関口今シーズン3ゴール目の得点となりました。